しゃべちゃん始まりました。イエーイ。ななみです。みそちゃんです。みのりんです。こんこんです。よろしくお願いします。今回は、はい、アイドルあるあるをおちょっと話していこうかなと思います。アイドルあるあるは楽屋が狭い時はすごい気使うから、なんかもう着替えとか準備すっごい早くやるみたいな。めちゃくちゃ早いよ。のぞみライブ終わった後とかもう瞬間的に着替えたら、はい、もう準備できましたね。早い、のぞみ本当に早い。メイクも早いよね。メイクも早い。でそれ多分のぞみあるあるだと思う。担当カラーに縛られがち。あー、なんか自分の担当カラー、私ベビーピンク、薄ピンクなんですけど、うん、気がつけば身の回りピンクばっかりみたいな。ファンの方もそうだよね。ネイルも緑にしてたもんね。してました。一番最初シャーベット入ってきてすぐ緑にしてた。そうだそうだ。そう、なんか黄色担当から緑に変わったんで、うん、ちょっと印象を変えたいなと思って、うん、あの、ね、外見から。あとあれじゃない、なんかツインテールが許されるみたいな。あ、それはね、いくつになっても許されない。ステージ上だとさ、なんか許されちゃうことが多いのよ。ちょっとキャピってしたりとかするのも、ウインクとかも、指さしてウインクとかも、一般のこの歩いてる街中ではできないけど、ステージ上だと許されるじゃん。確かに。自撮りが普通に街でやっちゃいがちじゃない？する。だってさ、普通にさ、働いてたら絶対さ、そういう自撮りしないところでしてるじゃん、みんな。ちょっとあれなんか自分も気をつけなきゃなって思う。自撮りも仕事のうちじゃないですか。だからなんか自撮りしてるの見られるの恥ずかしいとかもなく、なやっちゃってる。背景ぼかせばいいやと思ったらどこでも撮れるのよ。確かに。アイドルはなんか闇を抱えてる人が多いみたいなのを私の友達がすごい言ってくるの。そんなにシャーベットは闇抱えてる子いないけど、やっぱ寂しがり屋な子が多くて圧倒的。めっちゃ寂しがり屋みたいな。それこそ今でこそ反応あるけど、はいはい、本当に始めたての時は誰もいいねをしてくれないみたいな時期あるじゃん。もうその時に、あ、今つぶやいたらこの人たちは見てないんだみたいな、一回消してみんながいいねをしてくれそうな時間につぶやいて、昔ね。そうなんだ。そう、なんかなるべくみんなに見てもらえる時間につぶやきたいなって思って、昔はそういうのやってて。いろいろあったんだね。先輩後輩はちゃんとしてて、先輩に対しては敬語を使うんですけど、うん、基本的にタメ語を使いがち。なんかお客さんとかに、年上の人でもタメ語を使うじゃないですか。ナイナイさんありがとうみたいな。そうそうそう。最初アイドルなりたての頃、うん、ファンの方にずっと敬語使ってたんですよ。あ、でもこれじゃ仲良くなれないなと思って、タメ語を使うようになったんですけど。他の現場で言われて、なんかファンの人との交流の場に取材みたいな感じで来た時があって、その時に言われたのが、佐藤さん結構年上の男性にタメ口なんですよね。あたから見たら結構やばい感じなんだなと思って、あ、でもファンの人だとそうタメ口で言ってって言ってくれる人もいるから、そっちの方が仲良くなって友達みたいな感じなんですよって言って。基本的に初めて来た人にはすごい敬語で喋るけど、いやもう2回目来たらもう敬語じゃないのよ。いや、わかります。もう匂いのファンでしょみたいな。仲良しだよねみたいな。もうやりでしょみたいな。もうみのりちゃんみたいな。お疲れ様です。自分の中でもうタメ語で喋り出したらもう仲いい証拠じゃないけどって思ったら、もう極力早い段階でみのりの中ではタメ語にしたいので、そのファンの方との距離がやっぱ近くなる方がさ、自分も楽しいし話してて気軽に話せるし。でもよくバーとか行くんだけどさ、その一人でバー行ってさ、隣に例えば男の人とかいた時にさ、全然そうやって思うと別に話しちゃってる。それアイドルあるあるじゃなくないですか。みのりさんあるあるだからさ、みんなみのりのファンだから。気にせず普通に働いてたら絶対敬語で喋るところも、やっぱりそれが一緒になっちゃって、なんかせこれなんか美味しいよねみたいな、誰に喋ってんのって感じ。年下に可愛がられやすくて、おじさん好きだし、自分がもし会社に勤めてたら、自分の上司に当たるような年齢層の人たちと私たちはファンとして接してるから、気をつけないようかもしれないですね。そう、肌から見れば、すごいよ。確かに気をつけます。でも日常忘れられていいのかもしれない。確かに。タメ口で行こう。タメ口で行こう。みんな見てる？もうすでにこれ以外がちょっと満時間が出ちゃう。満時間が出ちゃう。まあでもアイドルもね、いろいろあるんですよ。そうですね。あるんですよ。ファンは例
レントの鏡って言われてるの知ってる？あよく言われてるよね。そうだからファンの人は自分と同じような人が揃うのよ。鏡って言われる。あーなるほど。そうだから性格悪い子には性格悪いファンがついてて、性格いい子には極端な話ね、はい、って言われてることが多いかな。それもアイドルあるある。うん、確かに喋ってくれはみんないい大人です。そうみんなでもなんか結構似てる感じの人ついてるねやっぱり、うん、あ確かに色が出てるよね。そういうのも確かに確かに。だってなんかアオミとかにはちょっとアオミっぽい感じが並んでるし、前のとこにはみのりっぽい人並んでるしって思ったらそうかもしれない。確かに。まあいろいろありますけど、シャーベットよろしくお願いします。こちらもよろしくお願いします。お願いします。ということでチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。以上、しゃべちゃんでした。バイバイ。